アイラはドジなんだから。びっくりしちゃうよね。ごめんなさい。ほんと危なっかしくてほっとけないよな。ん？渡る、どうした？まずいよ。アイラちゃん、もうギャフンと離れられなくなってるんじゃないか、って何ですか、ギャフンと離れられないって。渡る、渡る、それって、それって、マジか、マジか。やだ、やだ、嘘でしょ、しょ、しょ、しょ。みんな噂には聞いたことあったけど、本当にギャフンから離れられなくなる人がいるなんて。ちょっと待って、リズムちゃん、何？何なの？何の話？詳しく説明してくれるか、渡る。ああ、人は誰しもギャフンの器を体内に持っているんだ。その器がギャフンでいっぱいになると、ギャフンと人がシンクロ率 100% になり、どんな時もつい口からギャフンが漏れてしまうようになるんだ。そんなことあるわけないよ。ねえリズムちゃん、ギャフン、リズムちゃん、ギャフン、ギャフン、え、ギャフン、ギャフ、ギャフン、ギャフン、ギャフン、もしかしてみんなの器もギャフンでいっぱいに。ギャフン、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